Hey, what's going on? 元気ですかカトゥです。今回はコロナウイルスが収束したと油断しすぎてはいけない。これを英語で何て言うか解説したいと思います。コロナウイルスが収束したと油断しすぎてはいけない。これは英語で言うと、We shouldn't be too careless in thinking that COVID-19 is over. We be too careless over shouldn't is thinking that too COVID-19 in というふうに言います。 今回の文章を大きく分けて、二つに分けて解説したいと思います。まずは前半からです。We shouldn't be too careless.Careless, Care 不注意の前に t o をつけることで、不注意すぎるというふうな意味です。We shouldn't be too careless。組み合わせて、不注意すぎてはいけないよということで、shouldn't が使われているということです。では、後半の部分も見ていきましょう。 In thinking t h c o v i d is over. 後半でのポイントは in thinking that. だといかだと考えてという部分です。この前置詞の in plus ing の表現すごく便利です。この in ですが、ね、助動詞の when、何々の時だったり、while、何々する間みたいな感じでいろんなね、時を表す表現の代わりというふうになったりします。 でこれ全自にすることによって文章の流れをねより良くするのでまあ、これが使われているということですはいいかがでしたかそれでは今日の復習をしてみましょう今日紹介した文章ですねこちらをもう一度英語で言えるかどうかゆっくりでも構いませんぜひですね声に出して確認をしてみましょうそれでは行きましょう We shouldn't be too careless in thinking that COVID-19 is over We shouldn't be too careless in thinking that COVID-19 is over. という感じで、しっかりね、声に出して練習をしましょう。もしね、この動画が気に入ったら、ぜひですね、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄にですね、まあ、こういった解説をしてほしいとか、こういった例文を取り扱ってほしいというのがありましたら、まあ、ぜひね、書いていただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。